そんな僕が倒れてる間に、どうやら僕誕生日だったらしくて誕生日だったらしくて、どうやらなんかエゴサしたら誕生日だったらしくて、僕びっくりして、僕って誕生日だっけって思って公式見たら、あれロウコさん3月4日誕生日2024おめでとう明日みこち誕生日だけど、僕は誕生日じゃない。どっちかっていうと、一応は僕なんか周年が2つあって、そのうちの1つが今日なので、もう周年記念日ではあるんですけど、実は周年記念日ではあるけど、今年は9日にねしたいと思ってるので、なんで9日でぜひねまたお祝いしてもらえればいいんですけど、誕生日と周年、しかもなんか両方書いてあったんだよな。6周年おめでとう、誕生日おめでとうロコさんみたいなタグいっぱいできてて、んって担当さんびっくりしてないかな、ね、すぐ書き換わってましたけど、大ポンでした。ロボコの本が映っちゃったかもしれない。